バイデン大統領の撤退で異例の出馬となった民主党のハリス副大統領、22日の指名受諾演説で正式にバイデン氏からバトンが渡されました。18日付のワシントンポストは、ハリス氏とトランプ氏の全米支持率はそれぞれ 49% と 45% で、ハリス氏が4ポイント上回ったとの世論調査結果を発表しました。初の女性アジア系のアメリカ大統領を目指し勢いに乗るハリス氏ですが、準備不足も否めないようです。その懸念点とは。現地で取材している共同通信のワシントン支局、新富記者に聞きます。新富さん。はい、新富です。今シカゴにいます。あ、はい、民主党大会の今取材中ということですね。あ、はい、そうですね。先ほど3日目の大会の日程が終わったところです。はい、非常に盛況のようですね。はい、大盛り上がりですね。党大会にはオバマ元大統領や、ビル・クリントン元大統領、あとは公民権運動の黒人指導者たちが登壇して、ハリスさんが幅広い層のリーダーであると印象付けました。大統領選は11月に迫っていますが、つい先月はトランプ前大統領が、銃撃、受けまして、非常にその盛り返してきた印象があるんですけれども、今その流れはどうでしょうか。それがですね、電撃的なバイデンさんの撤退で流れが変わってきたと言えます。バイデンさんは81歳という年齢に有権者の方々の懸念が広がっていたんですけれども、ハリスさんに世代交代してその懸念がなくなりました。とはいえあまりに急な出馬ということで、準備が追いついているんでしょうか。そこが懸念点と言えます。民主党大会でもその場しのぎぶりが浮き彫りになっています。象徴的だったのは、党大会初日の19日に採択された党の公約にあたるんです、党綱領です。バイデン政権の路線を推進すると謳っていますが、主語はハリスさんではなくバイデンさんのままでした。これまでの演説でもハリスさんは未来のために戦うといった掛け声が先行し、具体的な政策がなかなか見えてきます。その主語を差し替える時間もなかったということなんでしょうか。その通りでして、バイデンさんが大統領候補だと内定していた時のままの文面になっている形です。一方のトランプさんですが、ハリスさんについて不法移民問題を解決できなかったと、批判を強めていますけれども、これについてはどう、ハリス陣営は答えていくんでしょうね。今アメリカではですね、中南米からの不法移民やインフレが大きな問題になっています。で、その責任の一端が副大統領のハリスさんにあると考える有権者も少なくありません。大統領選でも主要な争点となっていることから、今後ハリスさんには説得力のある説明が求められます。最後に、取材をしている新富さん、このアメリカ大統領選挙、今後どちらの陣営に風が吹いていくというふうに見ていらっしゃいますか。この1、2ヶ月間、選挙戦の流れは目まぐるしく変化しており、今段階でははっきりしたことは言えません。9月10日にですね、ハリスさんとトランプさん初めてとなる討論会が予定されているので、そこでの論戦の内容次第で、また流れは変わるかもしれません。わかりました。新富さん、これからも取材を続けてください。ありがとうございました。ありがとうございました。